はい、皆さんこんにちは。 KTC 放送局の健太店長です。朝の方はおはようございます、夜の方はこんばんは。というわけで今日もまあまあぼちぼち元気に動画撮っていきたいと思います。はい、ちょっと鼻声ですね。花粉症のレーザー手術してからちょっと経ったんですけど、なんか鼻詰まりがね、なんか鼻の調子があんま良くないんで、なんか術後こうなるみたいですけど、はい、なんかちょっとそれで鼻声っていうか痰が絡んだり、ちょっと鼻声、まあ風邪ではないで思います。はい、で今日はなんだっけ、ああそうだ、今日の動画はですねニートシリーズですね。アイムニート、はいニートシリーズの動画になっております。はい、まあ私も仕事を辞めまして、かれこれ10ヶ月ぐらい経過しましてね、もうなんだろう、まあニート生活もまあちょっと板についてきたかなと、はあ、ね、いうことで、まあ今日はねニートの休日ね、ニートは休日何してんだと、そういう感じの動画になってます。はい、まあちょっとニートの休日ってねタイトルからしてちょっと違和感感じるんですけど、まあ何せニートってね毎日休日みたいなもんなんで、ニートに休日もクソもねえだろうっていうね、働いてるわけじゃないんで、皆さんも多分そう大思いだと思うんですけども、まあ私一応ねニートやってると言っても、まあ、肉体改造、あとは動画撮影に専念するために、まあ、脱サラしたわけですね。まあ、自己投資の期間、風強いな、洗濯物めっちゃブンブンしてる、大丈夫かなこれ、今日ちょっと短めのハンガーでちょっと T シャツ干してるから、これ飛んでるんじゃがこれ大丈夫だね。まあいいや。で、まあね、そういうわけで、一応肉体改造とかね、動画撮影するためにやめたわけで、まあ、日々ね、今ダラダラしてるわけじゃなくて、基本的には、ほぼ毎日ね、トレーニングジムに行くんですね。で、まあ、行き帰り1時間ぐらい。で、トレーニングしてる時間が2時間から、まあ、3時間は最近してないね。2時間から2時間半ぐらい。で、まあ、シャワーとかね、着替えの時間合わせると大体まあ4時間ぐらいはね、まあそのジム、行って帰ってくるのにかかるわけですね。まあ半日とはいかないですけども、まあ1日、まあ、4時間ぐらいはちょっと外に出てるんですよ。はい、でまあねちょっと大量のカフェインを摂取して、まあ、体力をね、ちょっとまあ博士文さんの言葉借りると体力の前借りをしてね、まあ、ジムでハードトレーニングして、まあ、帰ってきてもクタクタで放心状態なんですけど、まあ、その日をね、まあ、ニートの出勤日と考えたとして、出勤してるわけじゃないんだけども、まあ、出勤日と考えたとして、じゃあ、まあ、ニートの休日、僕にとってはそのオフの日ですね。完全にその体を休める日を、まあ、休日を呼んでるんですね。勝手に。勝手に自分で呼んでるだけなんですけど、そう、あのトレーニングをしないで、まあ、体の回復に努める日、それを休日と呼んでます。はい、まあちょっとあの皆さん感じる違和感は一旦抑えてくださいね。僕はそうやって呼んでるんで、もう呼んじゃってるんで、もうそこにね、議論の余地はないんでね、呼んでるんで。で、まあそこが休日だとしましょう。はい、じゃあね、ニートのその休日、トレーニングしてない、体を休める日、何してんのかと言いますとね、何もしてないですね。はい、基本的には動画撮影とかはやってるんですけど、あと動画の編集だったりとか、まあ、ブログを更新したりとかね、そういう風に、時間を使ってるんですけど、まあ、あとは家事ですよね、洗い物とか洗濯物とかね、まあ、でもそれだけどね、それやったとしたってそんなに時間は使わないんで、じゃあ何してんのかって言ったら何にもしてないです。はい、あのね、まあ、ニートなんでお金がないんですよね。はい、まあ、貯金はしてやめたんですけども、極力やっぱり出費を抑えないと、ちょっとねニート生活できる時間が減っちゃうんで、少しでも長くね筋トレのことだけ動画のことだけに集中して生活を、まあ、少しでも長く送りたいので、まあやっぱり出費は抑えないといけないわけですよね。そうするとね、まあ、休日というかそのオフの日どこにも行けないんですよね。お金がかかるんで、やっぱり何をするにも。
まあ、自転車で行ける範囲にはね、まあ、行けますけども交通費かけずに自転車で行ける範囲何もないんですよ僕の町特に。でもまああったとしてもね、例えばあったとしてもやっぱりそこで何かするにはお金かかるんで、出かけられないんですよね、うん、一人で。彼女とねデートの日とかだったらまだちょっと別なんですけども、一人で休みます、体休めますね、何しようってなった時にお金が使えないんですよ、うん、もうお金を使うことがねやっぱ怖くなっちゃうんですよね、なのでね結局僕オフの日ね本当に家でねブログ書いてるか家事やってるかちょっと動画撮ってるか、まあ、ゲームやってるかとかね、まあインドア陰キャですよ陰キャ、はい、家から一歩も出ない、場合もありますからね本当に。いやそうするとねそうするとねあのね本当に気がつくっていうか本当にまあ希望ともと僕は知ってましたけど堕落した時期があったんで、あのねなんか休日っていうかそのオフの日が怖いんですよね。何せね、まあ、時間は経つのは長いしで体の調子も良くないんですよ一日家から出ないと、はあ、もう近くしか見てないですからねこの壁に囲まれた狭い部屋でね、近くしか見てないからなんかすごいね精神的にも窮屈なんですよ。締め付けられると言いますかやっぱ外の空気って大事だなっていう風に認識するのと同時にやっぱねそのまあ、僕はもうほぼ休日みたいなもんなんで毎日がねそうなってくるとねありがたみなんて一切ないんですよ休みの日に関して、うん、体を休める日が正直ねすごく怖いんですよ僕その日が来ることが、うん、だから最近はねオフの日なしみたいなね、まあ、ちょうどいい核細胞オーバーロードとかね、やるのにちょうどいいからっつって1週間ぶっ続けてトレーニングとかやるんですけど、まあね、それはそれでやっぱり体は疲れるし免疫力も低下するしね今ちょっと食事減らしてるんでやっぱりちょっと1日2日ちょっとオフを取らなきゃいけないとなるとねまあ気が引けるんですよ。でもね、うん、体的には休めなきゃいけないんだけどなんかね憂鬱な日が来るのが分かってるから何もしないでぼーっとね本当にもう引退後の隠居生活みたいなね、本当にね地獄だよオフの日はニートにとって。何かやっぱり人間って行動してないと、うん、まあ人によるけど僕は落ち着かないんですね。何かしてないと、うん、いいのかな大丈夫なのかなっていう気になるんですよね。仕事してる時ね今働いてる人いっぱいいると思いますけど、まあ、基本的には働いてる人の方が多いと思うんですけども、働いてる時の休日ってむちゃくちゃ尊いじゃないですかね。週5日6日働いてやっと明日休みだってね、やっと明日何しようかなっていうか今日の夜何しようかな、ちょっと夜更かししてもいいんだわーみたいなね、もうとにかく休日って尊いじゃないですかお勤め人にねとっては。だけどね本当にニートにとってね何もしない日っていうかそのオフの日、はね本当にね恐怖の対象でしかないですね。だから働いてる時の感覚の休日とはね全然もう真逆ですね。やっぱ忙しいからこそのあの休日の尊さなんですね。これも僕も一時昔若い時にスーパー堕落して廃人みたいな生活を送った時があったんで、まあ、その時の経験から、まあそうなることは分かってたんですよ。本当に何もしない日の怖さね。分かってたんですけど、やっぱりね、いつ経験しても、あんまり気持ちのいいもんじゃないですね。何もしない日っていうのは。ね。これは、なんて言ったらいいのかな。だからまあ、洋服とかもね、昔っていうかもうニートになってから買ってないし、お金節約のためにね。で地元を歩くときはもう極力洋服傷めないように、やっぱ僕、だるぎなんですよ。もう地元のコンビニ行くときとかね。スウェットにね、上もなんか、地元用のなんかちょっとその、あんまりなんだろうな。あんまりなんちゅうのちょっと綺麗な感じじゃない。まあ言い方なんて言うんだ、ドカちゃんとかね
まあ、そんなの着ながらコンビニとか行ったりするんだけど、なんかね、ちょっとその、なんつうんだ、もう親子連れとかさ、普通の人たちとか、スーツ着た人とかが歩いてるとさ、もう嫌なのよ、なんか、うわー、もう俺、ザ・ニートみたいな感じでね、うろついてるわけじゃないですか、そうやって。だからもうね、多分あの親子とかのね、あの娘さんもね、ちっちゃいね、あの小学生ぐらいの子供もね、ママ見て、みたいなね、ね、あそこにザ・無職みたいな顔したね、汚らしい服着てね、スウェット、ボロボロのスウェット履いたね、人がね、昼間からフラフラしてる、あの人絶対ニートだよ、みたいな。しかも見て、あの人耳から毛履いてるよ、みたいなね。うるせえんだよ、ガキゴラってね。これは僕の被害妄想なんですけども、ね、ザクロの木に吊るしちゃうぞっていう。うん、まあ、被害妄想なんですけど、やっぱね、なんかちょっと外に出るのも気が引けるんですよね。身なりがちゃんとしてないと。だからといって、コンビニだけ行くためにね、なんかあんまり着込んでも、ね、それでまた洗濯しなきゃいけないの嫌じゃないですか。だから、ね、そうすると、若干パジャマみたいな格好でね、コンビニに出向くわけですよ。そうすると、やっぱそうやってね、なんかね、なんか、周りの視線みたいなのはね、多分何とも思ってないんだろうけど、周りは。自分の勝手な被害妄想ですよね。うわ、ママ見てよ、みたいなね。うわ、あの人見て、めっちゃニート、みたいなね。思われてんだろうなぁ、みたいな。僕メンタル弱いんで。だからね、本当に、まあ、ニートにとってね、まあ、僕みたいな、その、まあ、過労死で、まあ、過労死でじゃねえな。トレーニングしてるといえば、ニートだから、何もしない日が来るのは本当に怖いね。まあ、それだけです。あ、全然ニートの暮らしなんていいもんじゃないよっていう、そういう動画ですね。まあ、会社とかで受けるストレスが、まあ、なくなったんで、まあ、そういう意味では結構ストレスフリーっていうか筋肉にはいいですよね。精神的な、その本当にコルチゾールってめっちゃ筋肉に本当に悪いんですよ。僕は知ってるんで、精神的に追い詰められてね、すげえでかかった人が小さくなっちゃったとかね、トレーニングしてんだけど思うように発達しなくなっちゃったとか、いるんですよ、本当に。重度のストレスが加わるとね、本当に体に良くないことが起きるんで、そういう意味ではまあ、ニート、もう悪くないかなとは思うけどね。はい。でもまあ、あんまりいいもんじゃないですね。やっぱり適度になんか行動してる方が人間的には、まあ、ポジティブなのかなと思います。働きすぎも僕は良くないと思いますけど、ある程度やっぱり外に出た方が健全っていうか健やかな生活は送れるかなっていうふうに今しみじみ感じてますね。はい。というわけで、まあ、そんな感じでニートの休日はこんな感じでした。まあ、あんまりいいもんじゃないよっていう、ところです。なんで僕に憧れてね、会社辞めたってね、俺もダラダラしようみたいな、そういう人があんまり出てこないようにね、一応そういうちょっと注意喚起の動画に、ね、なっております。はい。というわけで、KTC 放送局の健太店長でした。それでも俺は働かない。さよなら。